恐縮ですが、士官の件はお断りします。ではこれで。待て、お前は社用の主家を戦に政務に一人で支えていたそうだな。なるほど、秀吉さん亡き豊臣家の現状と重ねているわけで、豊臣家と俺の元主家とじゃ規模が違う。到底支えきれませんよ。それに清正さんや正則さんの代わりは荷が重い。六は二万石出す。ご冗談を。あんたの六は確か四万石、俺の二万石さっ引けばあんたの取り分は二万石になる。主君と家臣が同六だなんて聞いたことないね。なぜ言わないんです？俺を助けてくれと。だから清正さんや正則さんと仲違いしちまった。違いますか？佐古、俺を支えてくれ。この屋敷囲まれてますよ。殿。